くたらびさんも多分ね、ひょっとしたらご存知ないかもしれない。あのたこ焼きのこの液体の種あるじゃないですか、うん、あれって実はあのその場で直接パッて作るよりも、うん、前日に作って、うん、冷蔵庫で5時間以上冷やした方が圧倒的に美味しくなる。あ、母さん、じゃあ、はい、そろそろあ、じゃあトークテーマいきましょうかね。トークテーマ、抽選箱、はい、定番の、あ、これはこれは変わってない、以前からある。これは変わってない。じゃあそのボックスの名前とかあったりする？これなんか入ってるぞ、まだ。え、なんでこういうの入れるの？だからなんですか？これは分かるよね、さすがに。ギリギリです、僕。ギリギリなの？ギリギリです。え、何歳？僕34です、今。34歳ってくたらびさん、これギリギリなんですって。ギリギリだよ、本当にね。結構、いや、うん、そうですね。多分それってさ、あの HB の鉛筆とかでよく言われるよね。そうそうそう、くるくるくるって分からないんだよね。しかもそのカセット、何のカセットだか分かります？ジャッキーチェンミラクル拳法。やばいな、これすごいな。どっから入手してくる？これのソニーさんが出してたメタルテープがあったんですね、昔。一番高級なメタル、メタルってその材質、グレードですよね。グレードメタルね。酸化鉄だったやつをメタルにしたから、あの要するに磁気力が強い。あ、そうですよ。その磁気力が強いソニーさんのメタルテープにだけ、当時ね、買うとね、黄色い紙が入ってるわけですよ。黄色い紙、黄色い紙が、赤紙じゃなくて黄紙が入ってるわけです。なんだろうと思うと、そのココム協定でしたっけ、うん、あのって紙が、あ、テクノロジー的な意味です。そう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 、だからそのいろんな使われちゃうのでっていう、そう、ココム協定のがあったんですよ。そのみたいな、それぐらいハイテクノロジーというか、それが普通のカセットテープに入ってるんですけど、ソニーさんのその白い色のすごいメタルテープだけには入ってたっていう、へのを急に思い出しました。だそうな、おかしいでしょ、これ。ちゃんと紙が入ってます。ちゃんと紙が入ってます。それね、昔の人だとそれを音鳴らすとさ、鳴るんだよ、ピーヒョローとか鳴るんだけど、はいはいはい、そうね、何が入ってるか分かるっていう。本当ですか？そう、プログラムは全部これに入ってたわけですよ。はいはいはい、信じられないと思うけど、磁気テープが保存媒体ですもんね。昔はね、プレイステーションのさっき話もしてたんだけど、プレイステーションって本当に労働早かったわけです、あの、CD ながら。昔は、たかだかパックマンとかゼビウスと遊ぶために、PC6001 とかいうね、パソコンでこれを読むんですけど、はいはいはい、40分間、ロードしてるわけですよ。はい、しかもあれですよ、はい、A面20分、はいはい、B面20分、はいはい、ロードして遊べるのがパックマンです。ほんとっすか、すごいな。しかもロードにミスるとかね。まあミスるでしょうね。物理で読み込みます。うまくいかなかったっつって。うまくいかなかったら、もう一回ですよね。当時ゲームのセーブデータも全部これに入れた。そうなんだ。だからそれを普通のオーディオで聞くとピーガラガラガラってなるでしょ。はいはいはい。だから聞くと、あ、これゼビウスだとか。本当っすか？いや、それ本当っすか？いや、本当にピーガラぐらいで。当てれるんですよね。これだみたいな。もうイントロ食いつないで。イントロ食いつない。あのモニターのね、15Hz か 30Hz かを耳で当てる人とかね。あとモノマネでさ、モノマネでそのピーヒョロを口で言うやつがいたからね。さてこれは何々で、それはモノマネなのかな、確かに。はい、というわけでじゃあ、はい、真面目に、なんかテーマが入ってる、はい、複数入ってます、ね、複数入ってますが、普通に紙が入ってたもん、ね、最初に行きましょう。いきなり来ました、はい、またブツが出てくる、わけわからんカセットが、うん、お、はい、いきなり e スポーツでございます。e スポーツ。今風ですね。e スポーツでございます。e スポーツ。e スポーツ。e スポーツ。でも、まあ、結構その、いくらでも広がる。でも、我々もメインの、そうです。一応ね、活動の、はい。そう。だから楽しいとこから入るんじゃなくて、あえて厳しいとこから入りたいんですけど、はい。そう、もともとゲーム大会ってあるじゃないですか。こういう、うん、e スポーツってキーワードが入るの。実は、ゲーム大会の、すごい大きいやつ、あの陶撃とか、はいはい、いわゆるゲームセンターベースのでかいゲーム大会って日本がルーツなんですよ。はいはいはい、はい、で今やあのラスベガスで毎年やってるエボって、うん、ちょっとここ休んでるけどしばらくエボってあるでしょ。あれなんかまさにエボを立ち上げた人は日本の陶撃とか日本のゲームセンターの大会見に来て、うわーすごいって感銘を受けて、アメリカに帰って、アメリカはその頃もうゲームセンターがほとんどなくなりかけてたので、はいはいはい、ホテルの
小さいボールルームから始めたのがもう今やの、はいはいはい、マンダレーベイでマイク・タイソンが試合やったところでやる大会になってるわけですよ。ね？っていう意味で言うと僕らルーツなのに日本は e スポーツ先進国かというと割といろんな意味で遅れてるという後進国ですかね。そうですね。この要因は何なのかというところでございます。あ、うん、でも我々みたいに何かしらの活動をしてる人は多分1回は考えたことのあるテーマ、うん、そうですよね。だと思う。むしろよく話上がりますよ。上がりますよね。みんなで飲んでる時とか、うん、そういえばみたいな感じでよく。ちなみに北原さんから見て e スポーツって今 どういうふうに見えてる。e スポーツはどう見えるか、はい、いや僕らあ僕はもうエンタメ系から来てるってのもあるから。でも e スポーツも含めてやっぱりエンターテインメントとしては場だからね。場の設定ってとっても大事 でそれが、まあ、今ネットでやるっていうのもあるかもしれないけど、ああいったみんなが集まってイベントやるってすごいやっぱりやりたかったことの一つであるわけで。もプレイステーションの1とも2もそうだし3もそうだけどネット使い物になんなかったんで。いや本当そうですね。だからさらにその先だよねって言った時にちょうど出てきたからすごい嬉しかった。あ、なのになんで日本から出てこないのかと。そうです。だからプレイステーション4からストリーミングとかも簡単にできるようになって、うん、実はまあ3でそれやりたかったんで。そうなんですよね。で日本はパラソル隊が出たからなんとか ADSL があったけど、アメリカでは全然ダメだった。グローバルにならないって。プレイステーションはやっぱり日本アメリカだけじゃなくて少なくともヨーロッパも含めて全部行き渡ってるからね。うん、まあ、そこでやっぱりレディーにならないとダメだよね。そうそう。ああまた PS3 またネットつながんねえのかみたいな、あの辺ちょっと残念な時期だったよね。だからちょうど PS4 に乗ってる実はそのいろんな機能が、あのストリーミング機能とかもう、うん、田中さん PS3 を要は始める時にはもう載せたいって おっしゃった。PS3 でやりたかったことなんだが、あの事態はできなかった。構想もう完全されてた。それはもっとずっと前からだけど。そう、それで社員技術者が、うん、北原さんちょっと今の、ね、インフラだとちょっと帯域が足りないですって報告したら、インターネットが遅すぎるってすごい怒られた。切れ散らかす、切れ散らかすまあ今はな、今はもう本当に最高の時代になってきたね。そんな中、うん、日本は割とインフラもね実はある時から急に良くなって、うん、ネットの環境も、はいはいはい、ストリーム環境もすごい良くなったんですけど、今のヨーロッパとかね、あのちょっと悪いところも意外とあったりする中で、はいはいはい、結構こういう状況にもあるにかかわらず結構 e スポーツに関しては後進国と呼ばれてるわけじゃないですか。そうなんですよね。まあ、でもこの間驚いたのはさ、あの、うん、まあ、みんな絶対見ないと思うけど、俺もほとんど見なかったんだけど、あの紅白って超つまんなくて毎年見なかったんだけど、うん、今年良かった、今年良かった。何が良かったって、まあ、コロナで結局はあのあそこ使えないわけじゃん、渋谷、はいはいはい、ちょっとねみんなスタジオで分散して、はい、でライブでやったんだよね。でその時にやっぱり何がやるかってやっぱりあの歌を聴かせる、うん、夜遊びとか含めて歌を聴かせる、はい、あれが最高に良くて、で夜遊びを撮影したのは角川の埼玉の方にある角川のスタジオとかね、うん、あと NHK とか東京ドームとか使ってあれ一気にやったけど、あれ次どうなるかというと多分もうリアルの場所使わないね。このリアルとそれエンターテインメントリアルタイムエンターテインメントを全部融合しちゃうの、うん、サーバーで。なるほど。でいかにもそこにいるようなっていう。でそれこの間ねソニーで発表したんだよね。で、うん、すごくてリアルよりもすごいって。要するに普通のライブのアーティストみんなだったらあの本当にあの e スポーツだったらゲームやってる人たちが本当にそこにいるように思えるし、本当にそこに参加してるように思えるわけ、うん、しかもリアルよりもすごい。ああ、だから多分ね次はそうなると思う。なるほど。いやもちろんラスベガスになんか何万人集めることもあるかもしれないけど、はい、世界中の100万人200万人がもう一気に集まるっていうのができると思う、うん、ああ、日本でもうそういうのやろうと思ったらできるはずなんだけど、ね、絶対できると思うね。あ、テクノロジー的にはそう。ただ面白いことはゲームのやっぱり e スポーツのでかい大会ってジャンル問わず割と大きいのはアメリカとか、うん、やっちゃうんだよね、うん、中国は中国だけでもでっかいしね、まあ、そうですね、中国もでかいですね、うん、今やもう日本は本当に寂しいですよね。投石が終わってから寂しさありますよね。うん、質問があるんだけどさ、あのみんなが集まってこうやるのはお祭りではあるんだが、まあ、それが100万人とか何百万人がそこの会場に全くいるっていう体験感と、あのプロのゲーマーとそれから観客がもう一体となって場合によっては乱入回りみたいなさ、うん、そういったのって可能性はあるんだよね。もうそろそろ、
感覚的に言うと全くそのライブよりもすごい。なんか実感湧かない？そう考えたこともなかったんで、そこまでの。いや、今ね、本当ライブは、実は僕はいろんなコンサートが行くけど、もう多分ね、コンサートに行くよりもいいかもと。だって、かぶりつき行けるんだよ。任意の場所に行けるんだよ。ああ、確かに確かに。チケットの枚数制限ないんだよ。物理的には。そうですよね。工業的にはやるとは思うけど。はいはいはい。だけど、それはすごくて。視覚情報としては申し分ないです、うん。で、しかもさ、観客がそのまま観客じゃなくて、いきなり乱入できる可能性もあるし。オフとオンのやっぱ、あとそのオフな、オフならではの、その空気感というか、その熱量というか。まああるね。データができない、通知ができないような、その、あるじゃないですか、その空気感。そうそう、草刈さん、一個だけ、うん、歌を聴くライブと違う一体感っていうのが、まあもちろん歌も参加してる側の声援っていうのはあると思うんですけど、ゲームの場合は本当に、その、ヤジも含めて結構そこのライブ感で、うん、あそうですね。場の空気が出来上がったせいで、その選手が本領発揮するタイプと、そうですね、場に飲まれて、あれよあれよと負けるって、この面白さが結構あったりするんで、うん、ここはちょっとやっぱライブと。でもそれはさ、説明できるってことは乗り越えられるってことだよ。あ、そうなんですよ。テクノロジーが足りないだけの可能性は。だから、全然そこまでできてないから、じゃあここがまだまだ見入れねえなと思うかもしれないけど、ね、うん、実際はそれ以上の体験には間違いなくできるんだよね。なるほど。例えばこの間全豪オープンで無観客試合ってもあったじゃない。ありました。ね、あの時に準々決勝は無観客なわけよ。はい、で、しょうがないから拍手とかっていうのは別にね、PA で入るんだけど、はい、あれって元から分かってたら実際そこの会場にいてみんなが見てる状態でプレイしてるって思える状態作れるんだよね。あ、確かにね。テクノロジーが足りないだけですよね。うん、作れるんだよ。確かに。いや、だから、今は、だからちょうどいい、ちょうどだからそれが、ちょっと見え始めた時期。もう5年もかからずして、そんな状況になると思うけど。ああ。そう。まあ、でもだって、ネットフリックスも含めて、今までのメディアがただネットになっただけのものを流すっていうのは今それが起こってるけど、全く違うコンテンツ絶対考えてると思うし、作れると思うわけ。で、彼らはオリジナルコンテンツどんどん作ってるじゃない。でも基本的には他の波で流してると、基本的には変わらないわけ、作り方は。逆に言うと日本が先にそれをやれたらもうちょっとイニシアチブ取れるな。チャンスかもしれないですね、このコロナにおいて。知れないが、さっき別のところで話したけど、大企業の連中ってほとんどそういう発想ないから。ああ。だから誰が仕掛けるかなんで。ああ、なるほど。まあ、やっぱね、変化を求めない企業とかが多すぎるっていうね、はいはいはい、問題があって、そういうやろうと思ったらできるんだけど、いやもう今これができてるからいいですっていうのが多いからちょっと停滞してんじゃないかみたいな話が、ね、いいスポーツマイン。いやだからひょっとしたら中国あたりで中国でまあ間違いなく中国になると思うけど、はい、例えば50万人がライブで入っているゲーム大会っていうのはありえるんだよね。今の中国だったらそれぐらいしてきそうな雰囲気ありますね。500万とか全然ね、うん、でしかもそのボリューム感とそのライブ感はだってリアルの会場に行ってもさみんなほら中心にいるからリアル感があると思うけど、観客に行くとね、ちょっと外れに行くとどうにもなんないんだよ。なるほど、なるほど。コンサートの会場もそうだけど、本当に素晴らしいところってのはすごいライブ感があるけど、普通の席っていうと、なんかなーみたいな感じだね。いや、でもな、そもそも e スポーツっていうものが、もうオンラインで競技が可能っていうところは、だからその親和性というかありますよね。まあ、そうですね。ちょっと、でも僕としてはその e スポーツのフォトグラファーしてるんで、オンラインに前線になってしまうと、うん、僕ちょっとフォトグラファーできなくなっちゃって。いや、そんなことはないって。試合終了。彼ならではの。くだらけさん、これ業界初の e スポーツフォトグラファーなんですよ、うん、業界初はちょっとわかんないですけど、まあ、それでいいです。それでお願いします。ありがとうございます。やばいだ。やばいだ。マダイの。マダイのたこ焼きでございます。マダイ？マダイですか？マダイの塩。それタコじゃなくないですか？塩がってことですか？塩が。そうです。マダイのドリンクは。これこっちからですか？そうそう。カシスオレンジと。はい。なんかビールとかってあったりしますか？ビールあります。じゃあ先にビール出します。マダイってタコじゃなくない？さ、お魚さん、なんかお塩が。あ、お塩が？そうです。
や、原田さん、大阪だとさ、やっぱりあの、明石のタイとかって近いから、ちょっとはやっぱり、いいのがあるのか、来るのかな。ああ、どうでしょう。でも、話題の。なんか、スーツ着て、サングラス着た、コモデのマスク、ね、マスクワンが見切れてるやつらやばいっす。また泡だらけのができちゃったよ。ほら。原田さんなんですよね。なんかうまくいかないんだよね、俺がやるとな。十分です。ありがとうございます。まずは泡だらけで、あの、足りなくなったらすぐ。ありがとうございます。やった、原田さんが入れてくれたビールか。なかなか、なかなか、まあ、原田のバーだからね、これは。感動的ですね、これはちょっと。原田さんあれですよね、今なんかそのバンナム系のなんか e スポーツ全般をなんか統括されるようなって、ね、そうですね、あの e スポーツ、まあ e スポーツはいろんなところがいろんな人が動いてるんだけど、まあまあまあ、まあやっぱりこうちょうど一番近い位置にいるので、はい、全体監修してるというか、うん、はい、そういう立場ですね。まあね、なんかインタビューかなんかで、そうそうそう、はい、まあ、e スポーツ自体っていうキーワード自体がまだただのバズワードなんで、確かに実態を伴ってないっていう言葉ですよね。そうですね、してますよね、正直なところ。うん、本当本気でやれてんのはアメリカと中国だけど、まあ、さっきの田中さんの話してもやっぱアメリカと中国はここはできてるけどみたいな話がやっぱ出ちゃうんで、やっぱね、そこはちょっと悔しいよね。そうですね。でもその日本もかといって前に進んでないわけではないっていうのはすごく感じていますよね。うん、例えばそれはどういうところで？そのもうなんか結構そのなんだその気持ちというかその見方みたいなところで、うんうん、その例えば僕今34で19とか18だった頃にゲームセンターでそのゲームを本気でやってると後ろ指を刺されるような、そうですね、時代だったと思うんですよ。ギリギリまだ刺されてた時代。そうです、刺されてましたよね。っていうのがその e スポーツっていうものが出てきたことによってそのネガティブな目で見られづらくなってるとは思います。あ、なるほど、まあ、それはすごく感じます。親に応援される時代今来てます、来てるらしいですからね、若者の頃らしいですね、親からね。まあ親はさ、だっていくつ親、でも僕はでももう70でも同じぐらいです。結構そうですね、だってそれ俺と一緒やから、だって応援するわな。昔だったらあんたいい年していつまでゲームしとるのって、うん、そうそうそう、言われるのがやっぱデフォルトだったんで、だ今の若い子供たちがその e スポーツプレイヤーを目指すみたいなのが一応生まれ出してるみたいなところ、うん、そうですね、 e スポーツじゃないにしろそのゲームっていうもの自体にそんなにそのイコール悪みたいな方向性ではなくなってきてるっていうのは感じますね、肌感覚なんですけど。あ、テレビでもやっぱたくさんやってるんで。そう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 、俺らのテレビね、そう、親の世代まだテレビだからね。そうなんですよ。テレビってなんか、まあまあまあ、スポーツやってたよとか言って、はいはい、あれあんたまだやってんのみたいな。確かに、って感じで。そうそうそう、そうですよね。伊藤さん、あのジンジャーハイボールでもいい？あ、大丈夫です。はい、じゃあそれでいきましょう。そういった意味ではそのいわゆる日本のいわゆる高年齢の、うん、自分らの親の世代がその、まあ、ゲームをやってるのを比較的ポジティブに見てくれてるっていうのは、まあ、そうだね、だから年配の方たちの目線は絶対変わったよね、うん、あと思いますね。その時点で俺ら結構満足しちゃってるまであるんだけど、そうだね、だからそうなんだよ、うん、そういうところが多分俺らあるから、うん、でもそのね、海外と比べたらって話に戻るとやっぱりだいぶね、まあ、それで満足しちゃいけないっていうか、うん、なんかもっとやれることあるよねっていう話、うん、比べたいわけじゃないんだけど、ね、やっぱりどっちかというとさっき言ったように原点としては意外と日本が最初そのゼロポイントは実は作ってたりしたので、うん、それに感銘を受けた人がね外に出ていてそれ以上のことで帰ってきてる形になってるんで、うん、確かに、そういう意味で悔しい。だからそういう意味ではこう格闘ゲームってやっぱ日本なんていうんですかね、日本のメーカーが多くて日本の発祥というか、ね、日本のプレイヤーが強くて、日本のプレイヤーが強くてっていうのがあって、でも海外に負けちゃったらそのなんていうんですかね、やっぱり日本人としてやっぱ一応日本人最強でいたいなっていうのがすごい、そうだね、日の丸背負ってる感はやっぱすごいそこにあって、まあ、鉄拳はもうそうも言ってられなくなったけど、ね、そうなんですよ。いや、そのやっぱ海外が強いって言うじゃないですか。鉄拳はもうちょっと海外のもう層が厚すぎて、そうなんですよね。向いても向いても強いのが出てくるから。やっぱパキスタン相当効きましたね。いや、パキスタンだけじゃないからね。まあ、らしいですね。もう。くたらけさん、これあの、鉄拳が、やっぱもちろん日本発祥なんで、日本が最初最強だったんですよ。うん、でしばらくしたら、実はあの日本の中では例えば東京最強だ、大阪最強だみたいなのあったんですけど、うん、
しばらくしたらやっぱイギリスにもすごいのがいるらしいとか、うん、でイギリスから攻めてきました、でアメリカからも攻めてきました、で肩を並べて撃退するぐらいの勢いでこう日本がまたぐっと一肩伸びたら、今度は韓国からとてつもない刺客が現れて、もう誰もかなわないぐらいの時期があって、でようやく韓国と肩を並べたらいきなりパキスタンが出てきたんですよ。それでも韓国でのすごいチャンピオンが、その世界チャンピオンが南米のペルーに行ったら、この10試合先に取ったら勝ちっていうルールで、10試合先に取んなきゃいけないですよ。10ラウンドじゃないですよ。10試合ですから長いじゃないですか。10-0 で負けたんですよ。ペルーでね。ありましたね。これ何者だみたいなのが急に現れて、でどうやらコートジボワールにもそれ並みのやつ。もうむちゃくちゃなんだけど。本当にあった、ね、今そんなことになってる、だからもう楽しい、やばいんですよ今。インフラが昔は整ってなかったんですが、で今もう整ってないところがいっぱいあるんですよ、うんうん、でだから南米とかアフリカの人たちは、あ日本のあの選手だ、韓国のあの選手だ、あアメリカのあれだ、憧れで呼ぶ、招聘するわけですよ大会に、自分らの大会に来てください、うんうん、ゲストで呼んで対戦してみたら、あれなんか俺らの方が強いぞみたいなことに気づくみたいなことが今起き始めていて、でもういろんな国でこういろんなこう魔界の扉が開くって言われてるんですけど、魔界の扉が開いて、もう今はもう日本がどうとか言えなくなっちゃったよね。これがいろんな格闘技もあるんですけど、鉄拳がその現象一番如実に受けてまして、かなりだから最近の鉄拳の世界事情は不気味ですよ。どこが強いかわからない。原田さん的にはその いろんな国に強いやつがいるっていう現象について、その要因というかそういうのはどうお考えなんですか。あのですね、これはまさにちょっと二木さんがいるからではなく本当に絡んでるんだけど、はい、そもそも鉄拳があれだけやっぱワールドワイドなタイトルになったから、例えばストリートファイターってやっぱり北米に強いんですよ、うん、アメリカでやっぱ売れるゲームってエンターテインメント、アメリカはやっぱエンターテインメントの国なんで、はい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 、やっぱ売れると知名度も含めてでかい、うん、けど例えば売れてる数で言うたら鉄拳ってすごいわけですよ、はいはい、でこれなぜかというと市場の 51%、 つまり半分以上がヨーロッパで売れてるんですよ、はいはい、そうです。鉄拳の場合はで、じゃあなぜヨーロッパ、ヨーロッパって一言で言っても国すごいあるじゃないですか、はい、ヨーロッパのテリトリーってヨーロッパだけじゃなくてオセアニアとか実は中東とかも、うん、あのカバーしてるんですね、ヨーロッパの売ってる反射が。でこのパブリッシングっていう人にゲームを届けるって仕事はとても大切で、昔だとプロモーションって言葉を使われてる、これはそのパブリッシャーっていうの、今でこそバンダイナムコやってますけど、実は当時欧州テリトリーは全部くたらげさんとかにやってもらったんですよ。でソニーだったんです鉄拳って、はい、だからいわゆるこの原野くんとかのお兄ちゃんとかもしくはお父さんの世代は、はいはいはい、鉄拳っていうとナムコではなく、はいはいはい、ソニーだと思ってる人結構いる。へえ。パブリッシャーね、デベロッパーはナムコなんだけど、そうそうそう、ちゃんと両方併記してんだよ、もちろん併記してるんだけど、うん、みんなからソニーっていうのがやっぱりそのゲーム機をやる前から浸透してたので、ソニーブランドがすごい強いでしょ、うん、はいはいはい、ソニーブランドってね思ったよりやっぱ強いわけですよ、その、うん、みんながあんまり 東欧とか北欧とか、はいはいはい、でヨーロッパのもちろんイーフィグスって言われるこの中心地も含めて、でもちろんその南アフリカだとかオセアニアとか含めてソニーはすごい強いでしょ、はいはいはい、そこで出てきた格闘ゲームだからみんなソニーの鉄拳っていうのでガッと刷り込まれて、おでお父さんがやってました、お兄ちゃんがやってましたみたいな3世代目が今プレイステーション4で、3世代目ぐらいですよ。あそうなんですね。2代目3代目ぐらいがお父さんが僕生まれたとこからプレイステーションありましたみたいな、でもインターネットは繋いでなくてお父さんとやってました、お兄ちゃんとやってましたみたいな世代がガーッと出てきた時にインターネットがようやく入ってきて、見てみたら、あ日本すごい、韓国すごい、アメリカすごい、イギリスすごいな、僕らもあの大会やりたいって言ってた、そのいわゆるちょっとインフラがまだ整ってなかった国の人たちがこうまだ参加はできない、見ているだけっていう状況だったんだけど、自分らがいざ参加できるこのグローバルな社会になって、こうネット対戦が快適にできるようになってきたら、あれなんか
俺ら通用するぞみたいになっちゃったっていう、だからそういう意味で言うととても実は自然なんですよ。あんまり急に出てきた感じじゃなくて、まあ、出るべくして出てきたなっていう感想、正直実は。なるほどなるほど。存在は、まあ、だからずっと存在感を感じてたから、なんで俺ら売れる数字で見れてるから、あの国でこれぐらいってずっと見れてる。そうか、コミュニティも見えるって。そうだから今になってようやくこう蒔いた種が今になって花が出てたりとか。なるほど。はい、じゃあこちらです。おお、次のネギ塩、ネギ塩です。ネギ塩ですか、さっきもらったやつ。ああ、はいはいはい、はい、ありがとうございます。ネギ塩、すごい大先輩からたこ焼き作ってもらってね、最高だね。いや本当よくわかんないですもん。謎のイベントで今分かる。これは俺もあるっていうかね、楽しければ何でもない。そうなんですよね。でもあれは本当に美味しいですね。やった、本当に美味しい。じゃあ次の抽選箱、じゃあ行きましょう。うわ、あ、そう、こっちね。はい、はい、じゃあ行きます。よっ、何でしょうか。じゃじゃん、お、こちらです。ライバル、ライバル、ライバル、ほうほう。